それではかりゆし水族館の説明をしていきたいと思います。で、入るとですね、最初にこういった、待合室みたいなところがあります。この次にですね、非常にすごいダイナミックなあの動画があるんですけど、それちょっとここで出せませんね。それから今の、なんだろう、あのアプリを使っていろいろ説明できます。で、これは、アロワナですけども、先に出たのが南アメリカにいるシルバーアロワナ、こちらはアジアアロワナということですね。非常に世界的に古い魚なので、大陸を隔てていますね。同じようにこのアロワナの仲間なんですけども、ただこれはピラルクという世界最大の淡水魚、まだこれちっちゃいですけども、ピラルクになります。もう少しすると上から映した、ね、動画が出てきます。かっこいいですよねこれね。あのちっちゃい頃はすごく成長が早くて、養殖もされていますね。でこれ空気を吸います。これ別に排魚じゃないんですけども、空気呼吸ができる、ね、仕組みを持っています。それからこれはエイでも淡水エイ、真水に住んでいるエイの仲間というのが、アマゾンの方にはいますね。それから、有名なこれはピラニアになります。歯が非常に鋭いですね。カラシンの仲間になります。これ南トビハゼ、残念ながらちゃんと動いてくれてないんで面白くないんですけど、ちょこちょこ歩きますね。水の外で歩きます。でこれヒメツバメウオというお魚、これもね、汽水域ちょっと真水のかかったようなところでいます。それからこれも同じですけど鉄砲魚、これは水を鉄砲のように吐き出して、水の上にいるですね、虫とかを捕るお魚です。鉄砲魚ですね。今度ちょっと最初ボケてますけども、すごい綺麗な作りです。奥はですね、画像なんですよね。あの本当の海のタイドプールというのを、イメージした水槽になっていました。でこちらタッチプールですね。中にこれあのイカリナマコ、大イカリナマコだと思いますけど、こんなようなものがいたりですね。それからこれドチザメですね。ドチザメ泳いでます。これはもう普通に日本の普通のところにもね、あの三浦半島にでもいます。黒いのと白いのいますけど、これはあの周りの環境とかですね、それから何元気かどうかとか、それでちょっと色がね黒くなったり白くなったり、同じドチザメです。で1階に降りていきますと、こういったいろいろな、海水魚がですね、水槽にこう真ん中に置いてありますし、周りにもずっとある。周りの方はほとんどサンゴとか、コーラル類ですね。こういったものが非常に多く飾られていて非常に綺麗です。慌てて動いてるんでちょっと 目まぐるしいかもしれません。見ていただきたいんですが、こういったソフトコーラルですよ ね。これはサンゴかな、ね、非常に綺麗にこう飼っていますね。ソフトコーラルとサンゴと両方ですね。でこれは、イソギンチャクとクマノミですね。ニモちゃんですね。でこれあのこのコーラル関係ですね。要は光合成しなきゃいけないので非常に光を強くしていますね。これは本当のサンゴですね。で これはあれですね、あ音が一つだけ入っちゃってますけども、これはガーデンイールになります。でこちらは非常に綺麗な水槽ですね。サンゴも生きてるわ、という形ですんごく綺麗、真ん中にウツボがいますけどもね、とにかくこれは夢のような雰囲気の、水槽ですね。これもあれですかね、上外から光を入れてるかもしれません。だから天気のいい日だったのですごく綺麗ですよね。で月曜日で誰も人がいなかったんで、これクラゲがいっぱい入れてある水槽の中のところなんですけども、すんごい神秘的というか怖いぐらいですね。今人が映ったのは私ですけども、もうどこ歩いてるのかよく分かんないくなるような、円柱状の水槽がいっぱい立ち並んでいて、その中にクラゲがいる。これはなんか水クラゲですし、ね、これも水クラゲいますね。これタコクラゲです。最初ちょっとピント合ってませんけど、そのうち合いますからね、見ててください。こういう感じで、これタコクラゲ、ね、これもやっぱりあの触手の方に褐虫藻を共生させています。
で、ミズクラゲね、これやはり、クラゲの特徴、彼らは四放射双生ね、胃が4つあるね、だから花びらみたいな形に見えます。それこれこれもまあ一番大きな水槽にですね、いろんなお魚飼ってます。まあ美ら海ほどじゃないですけども、まあなかなか見応えのある、水槽ですね。で、これトンガリサカタザメ、最近注目感見てるんだったらこれを映したくなりますが、この水槽の中で一番大きなお魚だったかなと思います。まあ、以上ですね、かりゆし水族館、最近できたばっかりなんですね。DMM の、かりゆし水族館、もうなんか動画しかないのかなって、魚あんまりいないんじゃないかなって一瞬思ったんですけど、入ってみたら結構いろんなね、お魚がきれいに飾ってあるし、その周りの雰囲気もめちゃくちゃきれいになってますので、ぜひ皆さん見に行ったらいい。